地だ。ここは正気が強い。死にたくなければ急ぐのだ。それは黒に来る。世界のすべてを記録し、運命を変える書物。クロニクルとこの少女を汝に託そう。宿命を乗り越え、いつの日か奈落の底、深淵へ至る。
これが死。絆なくして叫ぶ未来だ。汝は正気に侵され、黒の軍勢に囲まれて間もなく死ぬ。クロニクルの力の一端、所持者の未来を予見し原始する。すなわち今汝が見たものはあくまで幻。汝はまだ生きている。無論このまま奈落を進めば同じ運命をたどることになるが、この世界は死の運命に満ちている。未来を知ろうとも避けることはかなわない。死を乗り越える答えは未来にはなく、ただ今にある。紡ぐのだ汝の意志を。一度しかない生の瞬間を重ね、運命を変えよう。久しぶりだ。礼を言うぞ。お前が次の持ち主か。我はクロニクルの守護者にして偉大なる大精霊の一中、ミュートスだ。よろしくな、相棒。なんだ、この奈落を脱出するのに我の加護が欲しいんじゃないのか。我は精霊たちの中でも遥か高位に位置する存在。波の騎士たちが従える精霊とは比べ物にならぬ大いなる加護をお前に与えよう。この書を使う者を助けるのが我の役目なのだ。くっくっく、我のようなすごい精霊と契約できてお前は幸運だぞ。さあいざ行かん、魔物どもを蹴散らして地上へ。
風の気配がある。地上はすぐそこだ。相棒、油断するなよ。濃い正気が発生しているということは、それだけ黒の…まずいぞ、これは。死の運命はなおも汝を誘おうとしている。この扉の向こうには滅びの運命が待ち受けている。次は幻ではなく、やり直しはない。進めば汝は死ぬことになるだろう。そうだな、精霊の加護を得たとて運命は変わらない。なぜなら死は事象ではなく運命であり断りであるからだ。未来を知り事象を、変えたくば言葉を紡げ。運命を覆す唯一の力、それは人の意志だ。クロニクルはそれを成すための力、魂の言葉を記録する。強き意志を言葉に込める。すでにその書には記されているはず。強き意志持つ少女の言葉が。さあ、揺り動かすのだ、彼女の魂を。
約束だよ。一緒に戦おう。